初期の離乳食を作ってみましょう。今回はお魚の始め方です。はい、食材の説明をします。まず、白身魚、今回は鯛を使います。それから片栗粉、昆布だし、使う器具は、片手鍋とすり鉢とすりこぎ、それからスプーンと器です。はい、ではこちらまず鯛です。鯛はお刺身用を使っていきます。切り身ですと皮や骨があって、ちょっと食べるときに心配ですので、お刺身だと安心して、お子さんにあげられるかと思います。でここに口触りを滑らかにするために少し片栗粉を振っておきます。こんな感じでいいと思います。はい、お鍋の中には昆布だしが沸騰しています。ここに先ほどの鯛を入れていきます。はい、完全に火が通るまでよく加熱してください。火が通ってきた目安は、このスプーンとか菜箸でこうやって触っていただいて、タンパク質なので固まってる感じがしたら、これでいいと思いますので、火を止めて引き上げます。では茹で上がった鯛をすり鉢の方に移します。ですりこぎで滑らかになるまで潰していきます。鯛の他にヒラメ、カレ、タラ、スズキなんかも同じように作れますので、その時に合ったお魚でやってみてください。こんな風にして潰してる間にちょっと水分が足りなくて足したいなという時には、先ほどのこの茹で汁の昆布だしを少しずつ入れてあげて、そしてまた潰していくと徐々に滑らかになっていきます。ここでとろみが足りないなと思ったら、片栗粉とかでとろみをつけてもらってもいいですし、食べさせてあげるときに和を足してとろみをつけてあげても、大丈夫です。で出来上がりです。はい、初期の状態の基本ですが、このようなね、ポテッとしたヨーグルト状になると、お子さんも食べやすいと思います。では盛り付けます。これで出来上がりです。